having a Christmas production for His Call Church. これからですね、His Call Church がオリジナルで作成したクリスマスミュージカルがありますので、ぜひ皆さん、大きな拍手で、このクリスマスマーション、楽しみにしてください。お願いします。Thank you.
兄ペテロ、弟アンデレ、二人の漁師立ち尽くす。取れない魚増える税金、迫るローマの圧政。望んだ未来はまだ遠く、二人の安泰はまた遠く。不意に現れたその人は、網を下ろしてみろという。沖に出て網をそこに下ろせという。これは何だ、これが奇跡か。なんて人だ。名前はイエス、噂の先生。私に向かってこう言う。人を取る、漁師にしてあげよう。ついてくイエスに、ついてくイエスに。イエス様、先ほどは大量の魚、すごかった。あれどうやって食べます？私は塩焼きが好きだ。イエス様、塩焼きが好きなんですか？いやでもこちらにも困ってる人がたくさんいます。イエス様どうなさいますか？神の子イエス、奇跡を起こす。神の子イエス、奇跡を起こす。彼は目が見えない、空の青さを知らない。目が見えない、彼は目が見えない。森の緑を知らない。癒しが神の手で、癒しが神の手で癒された。神の子イエス、奇跡を起こす。神の子イエス、奇跡を起こす。彼は動かせない、歩み方を知らない。動かない、彼は動かせない。抱く心地を知らない。癒しが神の手で、癒しが神の手で。神の子イエス、奇跡を起こす。神の子イエス、奇跡を起こす。娘は息絶えた、息していない。目が開くことはない。娘は息絶えた、立ち上がることはない。イエス様、癒しが神の手で、癒しが神の手で。この目で見たものを、見えないものに光を、倒れたものに命を、立てないものに力を。この目で見たものを、見えないものに光を、倒れたものに命を、立てないものに力を。この目で見た奇跡の方、この目で見た癒しるし、この目で見た神の子、この目で見たイエスを、この目で見た奇跡の方、この目で見た癒しるし、この目で見た神の子、この目で見たイエスを。豪華な食事が整いましたね。先に食べていいの？食べていいって言わんでね。食べよう。あ、ちょっと待って、先にお祈りをしましょう。忘れがちだ。アーメン。さあ食べよう、魚が多いけど食べよう。そんなことより、この中に私を裏切る者がいます。私は裏切りません。いえペテロ、あなたは三度私のことを知らないというでしょう。私は死んでもイエス様あなたを知らないとは言いません。ユダ、弟子のユダと最初なぜ一緒に来た？弟子のユダが最初たちを連れた。イエスに挨拶に、イエスに怒号を捉えられた。
伸びる間の手はイエスのもとに、うなる方向は弟子たちのもとに。伸びる間の手はイエスのもとに、うなる方向は弟子たちのもとに。弟子に見えるは暗闇の中に、ペテロの近い暗闇の中に。3度知って裏切ってしまった。どうしよう。二人の漁師は帰路につく。取れない魚を取るために、ペテロの思いはそこにつく。3度の知らない裏切りをなくしたものは壮大で、孤独だけを得られた。息することすら困難で、悲しみの海に溺れた。アンデレ、イエス様が十字架で死んでしまった。沖に出よう、漁に行こう。二人の漁師は沖に出る。消えない傷を負いながら、一人の男が声かける。右側に網を下ろせと。網をここに。アンデレ、網を下ろせと。まただ、また大量の魚が。すごい、あの十字架にかかったイエス様が復活なさった。取れない魚は大量に、消えない傷は癒えてゆく。見知らぬ男は鮮明に、自分の主だと気づいてく。取れない魚は大量に、消えない傷は癒えてゆく。見知らぬ男は鮮明に、自分の主だと気づいてく。イエス様、あなたなのですね。ペテロ、あなたと話があるんです。私に話ですか。あなたに聞きたいことがあるんです。イエス様が私に聞きたいこと。よく聞きなさい。はい。愛していますか、私を。愛しています、我が主よ。していますか、ペテロよ。私が愛することはあなたはご存知です。私を本当に愛していますか、ペテロ。ご存知なのはあなたです。私があなたを愛することは、
なたの上に教会を建てよう、知っています。私は共にあなたと共に、私は私はいつまでもあなたと共にいますよ。それでは皆さん、もう一度プロダクションチームに大きな拍手をお願いします。 Thank you for the production team。皆さん、メリークリスマス。メリークリスマス、everyone。はい、先ほど神々で出てきたものです。I am the one who didn't say well。はい、本当に素敵なミュージカルでしたね。That was the amazing musical。本当に去年と、同じ、オリジナルのミュージカルなんですけども、今回は違うキャストで、チャレンジしました。And the musical was the same as last year, but the cast is different。本当にこの、クリスマスの、メッセージをですね、込められたプロダクションとなっています。 And this production is about the Christmas, how Jesus was born and his, about his grace、ね、このミュージカルは本当にイエス様をイエスキリストという神の子を見たというこのペテロの、目撃したその視点から見た物語です。And actually the production was described in the perspective of Peter and he saw that Jesus is the Lord. この最初に出てきた少女マリアが天使から言葉を受けて神の子イエスを身に宿して、そしてイエス様が生まれました。Mary, mother of Jesus, gave the message from angel and she was pregnant and she gave birth.イエス・キリストは私たちに本当に神様からのプレゼントとして、ね、このようにプレゼントとして神様から送られてきた神の子です。Jesus Christ is the Son of God, which God sent for us as a gift. 聖書にはその身ごもっているその様子をこのように記しています。聖書からお言葉を借ります。And the Bible describes the situation like this. ヨハネの福音書の1章9節にこのように書いてます。It's John chapter 1 verse 9 says this. 皆さんお手元のノートにも書いてあるのでぜひ見てください。And please read this. すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。The true light that gives light to everyone was coming into the world. 皆さん、私たちのこの人生に命にこの世界に希望の光として来ようとしていたそのプレゼント、まさしくこのようなプレゼントをもう開けるワクワクのその瞬間を最初にこのように書いています。So this is the moment that Jesus about to come to your life in this world. これ私がね昨日夜中に自分で頑張って1時間ぐらいかけて。So this is the present box I made yesterday, and it takes one hour to make. まず奥さんに夜中の12時にプレゼントのラッピングってあるっていうところから始まりましたけども。And first I asked my wife in the midnight, do you have anything to wrap up? はい。こんなでプレゼント、クリスマスツリーの下に置いて、中に何が入ってるんだろう、そんなワクワクしている。状態のところにイエス様が来たんです。So this is the moment that we are so excited to see what's in the box under the tree. 今時なかなかこのクリスマスツリーの下にね、何日もプレゼントを飾っているそんないかにも絵に描いたようなクリスマスしてる人はいないかもしれないですけども。I think there are not so many people who put the bunch of present box under the Christmas tree, but 今風に言うならこの Amazon の発送通知が来て、お。明日来るかなみたいな、アマゾンプライムだからもう明日には来るかなみたいな、そういうワクワクですよ。 If I experience the situation in different way, maybe you're so excited to get the notice from Amazon that your present is coming. でも皆さん子供の頃を思い出してください、頑張って。
So please remember the how you're excited about the present box. まあこの人によってお家によって違うと思いますけども、まあうちなんかねサンタさんに手紙を書いて、あのこれが欲しいあれが欲しいなんてもう夢を願い事をいっぱい書いていました。So although it's different from the family to family, but from in my situation, I used to write the message to Santa Claus like I want this. そしてクリスマスの当日にそのプレゼントの入っている箱を見て。何が入ってるんだろう、ね、この箱皆さん見て何が入ってるんだろうって思ってるんですよ。 And in Christmas day, I just wondering what's in the box and can you guess what's inside? 箱の中身は何でしょうね皆さん。 So what's in the box?、ね、皆さんが、ね、一番欲しかったもの何だったでしょうか。 So what do you want most?、ね、子供の頃一番欲しかったあれがこの中に入ってるのかな。So maybe you're wondering that the thing you want the most in your childhood is in the box. 箱を見て皆さんドキドキワクワクしてたと思います。So you may be excited about this. まあでもなんか何歳からかちょっと大人びてしまって、なんか今年は当たりかな外れかなとかね、わがままなこと言い始めますよね。However, when you get older, maybe you didn't excited about that box so much.あの箱はおばあちゃんからのだからもう なんかなかなかいいもの入ってるんじゃないかなみたいな。So it's like, oh, this box is my from my grandmother. Maybe it's gonna amazing things. あの薄っぺらい封筒みたいなやつはまた新しい靴下かなみたいな。And if you see the really thin envelope, it's gonna be the socks. でも開ける前からわがままを言い始めてしまいますけども。So that we started to say something.でもある意味イエス・キリストもそのような扱いを受けていると思います。And when I think about this, I feel like Jesus was treated like this. 世界にはもう人生やこの世界についていろんな意見や理論や真実を持っている人がいます。There are so many people who have different various opinion about a lot of things. そしていろんなこの箱の中に入ったものの中にイエス・キリストがいてしまう。And Jesus is confined in the box and just one of the opinions. そしてまたこのキリスト教というこの箱を見て、まあ、現代では多くの人がなんかこれはちょっと私には合わないかな、私が欲しいものじゃなさそうだなって言って遠ざけてしまう。And many people say Jesus Christ is not for me to seeThe box that Jesus is inside. このキリスト教ってやつはちょっとひどいレビューを見たからちょっとやめとこうかなみたいな。So for example, I saw the terrible reputation about being Christian. So maybe this religion is not for me. そんな感じで、まあ、日本に特に日本ではですね、このキリスト教イエスキリストというこのプレゼントの箱を開ける人が少ないです。So especially in Japan, there's not so many people who try to open the box, Jesus Christ. このことについて聖書ではこのように記されています。So, Bible describes the situation like this. ヨハネの福音書1章10節と11節。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。He says he was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. イエス・キリストはこの私たちのために送られた神様からの最高のプレゼントなんです。Jesus Christ is such an amazing gift from God for us. なのに、ここでは受け入れられなかったとか。However, it says everyone didn't recognize it. 人間は欲深いものですよね。You know, people have a lot of desire. 何かいつも満たそうと、何か自分の欲求を満たそうとします。And we always try to be satisfied by something. いつも欲しいものを手に入れたい、欲しいもの探しをしています。So we want something, we want or we seek the things.むしろ大人になっての方がサンタさんへのお願い物リストがどんどん長く無理難題になってきているように気がします。So I could say that as we grown up, the
request to like Santa Claus what we want is so many. 仕事が自分の仕事もっと良いものが欲しい、もっと良い仕事に就きたい、もっと良い評判を得たい、ね、もっと愛情が欲しい、いろいろな何か満たされるための充実感を人間は求めています。So we seek the satisfaction to satisfy our life, like I want better job, I want the love from someone. でも私はイエス・キリストを信じる者として、でこのプレゼントが、イエス・キリストというプレゼントが、でいかにあなたの人生を本当に満たすことができるものなのかを知っています。However, I know as a Christian that the box, Jesus Christ, is the one who can satisfy our lives. そしてこのように壇上からメッセージを語るものとして、この箱の中身がどれほど素晴らしいか、あなたの人生を満たすことができるのかを、まあ、言葉で伝えるのが私の役目だと思うんですけども。And I acknowledge that this is my role to everyone, how amazing this box Jesus Christ is. それで考えに考え抜きました。And I consider a lot.、ね、このプレゼント、インマヌエルと歌った、でこのマリアが最初に神が私と共にいるというふうに歌っていましたけども。The Mary sang that God is with us.神様と一緒にいるということが私人間にとって一番幸福なことなんだということ、最も大きくて大事で必要な幸福であるということなんです。I received that the truth that God is with us is such an amazing thing. で、これをじゃあどうそれを伝えようかということですよね。So I and I wondering how I can tell.This good news to everyone. でも皆さん申し訳ないです。私セールストークが苦手なんです。But I'm sorry, unfortunately, I'm not good at like talking well to for sale.、ね、今日、ね、教会に来て、ね、友達や家族に誘われて、ね、全然神様に興味ないんだけどな、連れてこられちゃったっていう人もいると思います。But there are some people who are invited by your friends here and you don't know about the God. No, so much.神様に興味ない人に神様と一緒にいることが幸せなんだよってこうどう伝えたらいいかちょっとなかなか分かんないですね。So I'm kind of struggling with the way to tell to people who doesn't know Jesus yet, like being the truth that God is with you is kind of amazing truth. そこで妻に相談しました。And I talk about this to my wife.そしたら、まあ、それは本当に難しいよねってこう子供を産んだことない人に、ね、子供を産むってこういうことなんだよって言葉で伝えてもわからないよねって言われましたね。So she said this is really difficult. Like, for example, it's really difficult to tell how give birth is hard to people who haven't experienced about this yet. でも本当にその通りだと思いました。And I thought it was true.この体験をする前と後で人生は本当にガラッと変わります。Before experiencing that or after experiencing that our lives is totally changed. 子供が生まれたら幸せだけど眠いよって言葉で言ってもなんか伝わらないと思います。And maybe if I try to tell that, you know, having kids is really amazing, but I need time for sleep a lot. でもこの体験というものはこういう高いところからこの語訓とかで説明しても伝わるものではないかなと思いました。But I believe that experience is not something what I can tell really briefly from this stage. なので私は諦めることにしました。So I decide I gave up. そんなんでいいのかっていう感じですけども。I feel like is that okay about?この建物には今日この箱の中身がどれほど素晴らしいものなのか、この箱の中身によって人生がガラッと変わりましたと、幸せになりました、これが私の生きる目的なんだと知りました、そういう人が何十人もここにいます。Because there are so many people in this building that by this box their lives was totally changed and this is really amazing. They know that.神様と一緒にいる人生を今まさに体験している人たちが今日ここにいます。
there's so many people here that who is experiencing how amazing being with Jesus, being with God. ね、今日この教会にね、あなたを誘った人がいると思いますけども。Maybe you have friends who invited you here.友達やご家族や、ね、あるいは何かネットで見てフラッと来たそういう人もいるかもしれない。It can be your friends and family, or maybe you just saw the online homepage and come here. でも今日なのでこの教会に通っている人にあなたを誘ってくれた友達や家族にこの箱を開けたことあるってこの箱の中は何があるのって聞いてみてください。So please ask your friends or family.That what's in the box? Have you ever opened this box? イエス・キリストを信じるってどんななのって。So please ask about like how do you feel about believing Jesus? きっと面白い話が聞けると思います。Maybe or I definitely believe that you can hear the amazing story from your friends and family. 最後にこの箱の中に。どんなものがどれほど素晴らしいものが入っているか聖書の言葉を引用して終わりたいと思います。So finally, I want to quote the verse from Bible, and I want to tell that how amazing Jesus Christ is. 先ほどからお読みしているヨハネの福音書1章から、ね、またお読みします。So I want to read John chapter 1. 言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私はこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。It says, The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son.Who came from the Father, full of grace and truth. Out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. ね、あなたの人生を本当に満たすことができるプレゼントが今日あなたの前に届けられています。There is the one present who can satisfy your lives. This present is for you. ね、今日、同じ教会でクリスチャンなので皆さんと一緒にお祈りできたらと思います。So I am Christian, so let me pray together today. ぜひその場でお立ち上がりできる方できますか？お願いできますか ？If you can stand up, please do that. ね、今日クリスマスということでこの教会にヒズボラチャーチに。皆さん来てくださいましたありがとうございます。Thank you for coming, Let's Chat, His Gold Church, in this Christmas season.、ね、本当に今日、最初に、ね歌っていたあずみが言ってくれたように今日神様が、あなたをここに連れてきてくれたと、ね、私も信じています。I believe that God is calling you here today. 今日皆さんのためにお祈りしてもいいでしょうか。Let me pray for you.、ね、今日何か自分の人生でずっと探しているものがあって何か求めているものがあって満たされたいと思っているけども満たされない見つからない If you are struggling with your feeling that even though you try to seek something which satisfy your lives but you cannot feel you're satisfied 本当に目まぐるしい世の中の中で頭がおかしくなるようなこの2021年のこの終わりに本当に今日は何か求めているものがあるなら If you seek something in this year 2021 that was a crazy year a lot of things happened 今日ここにこの教会にこの神の御言葉にあなたが求めているものがあなたに本当に必要なものがあります I believe that in this church in this Christ there is a thing that you seek 今目を閉じていただけますか Can you close your eyes? 目を閉じて心を開いてください神様に And can you close your eyes and open your heart to God? 今日あなたと神様と二人の関係の中で In the relationship with you, with God and you でもし今日この神様からのプレゼント私も受け取ってみたいです
そういう方いたら今手を挙げていただけますか。If you think you wanna receive that present from God, can you raise your hand? ありがとうございます。Thank you. でまた、ね、このプレゼントを受け取ったことがある。でも、ね、ずっと忘れていた。それから遠ざかっていた。でも今日もう一度、ね、神様のところに戻ってきて、これもう一回受け取り直したいです。でそういう人もいたら今手を挙げてください。Or you, if you feel that you want to receive the present from God again, even though you have had it once. ありがとう。ありがとうございます。Thank you. 一緒にお祈りしましょう。Let's pray together. 天のお父様。Heavenly Father. 神様イエス様。Jesus. 最高のプレゼントを送ってくれてありがとう。God, I thank you for sending amazing present.私の人生にいつもないものを求めていました。We have seek something to satisfy our life. 満たされたいと思っていろんなものを追いかけていました。I chase a lot of things so that my heart can be satisfied. でも今日、イエス様、あなたを受け取りたいです。But today, I want to receive you, Jesus.私のために生まれて十字架の上にかかってそしてよみがえられたあなたを今日信じて受け取りたいです。Today I want to believe because you died for me and went to the cross and you resurrected for me. あなたをこのプレゼントを本当に体験することができるように助けてください。Jesus, please help us so that we can experience this amazing gift.イエスキリストの皆によってお祈りいたします。In Jesus' name I pray. アーメン。Amen. アーメン。イエス様に拍手しましょう。Give Jesus praise. それでは、ヒルゴルチャーチはいつもこの宣言文を読んでいます。心から、これ私も受け取ったよ。手を挙げれなかったけども、本当にこれを受け取りました。そういう人はですね、一緒に、言葉に出して宣言しましょう。So we always declare this, set this sentence. So let's, declare this together.それでは日本語からいきます。せーの。イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。 In English, Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Jesus is my Lord. イエス様にもう一度大きな拍手しましょう。Give Jesus praise. Thank you.